はい、でこれスペイン、はい、ね、スペインというのはもともとは無敵艦隊を、ね、誇ったところですから、こうやってね、もう大歓迎してくれます、ね、こう海洋スポーツはね。あのヨットって言ったらね、あのフランスで言うとね、あ、日本で言うとね、相撲とか剣道に近いんですよ。遊びじゃないんだよね、はい、大航海時代の中で国技のようなイメージ、はいはい、フランスでは国技ですね、はい、で普段は、まあ、今日もそうなんですけども、あの4年に一度のヨットレースになりますから、次は2016年なんですけども、これあの普段はね、こうやって海洋活動とかから、まあ、大塚さん元気で目覚ましテレビでずっと、はい、中継したんですけどね、でこういう、まあ、シラスもね、たまにイベントさせていただいて、大きな帆船を借りたり、ちっちゃなヨットで子供たちにね、ヨット体験、今は、リビエラの逗子マリーナとシーモニアでね、年、ね、何回かやってますんでね、そっちの方も参加してみてください、はい、で次、2016年ですね、目的地、うん、これまだね、このレースは日本人が出たことないです、はい、多分、夕食人種もないです、前回のレースで僕、夕食人種初めてです、はい、はい、これバンデっていうのは、バンデ県ですね、フランス語で、はい、バンデ地方のグローブ、世界中です、これで、大体ね、3万人から4万人の人が来るんです、ヨットレースのスタートの時に、これで国技ってことが分かると思うんですけどね、はい、これは簡単です、コースほら、フランスからずっと南極回って、フランスへ帰る、はい、まあ、世界一周っていうのは南極一周です、そうですね、はい、